私たちずっとコーヒー好きですね意外と考えてみると日本でも結構コーヒー飲むのかなと。でここで、皆様に、説明をしたいのがあって、肌にも結構悪いじゃんかっていうのがあって、これはある程度事実だそうですね。利尿作用とかをすごい促進するんで、コーヒーがメインな人は、普通の人よりお水を飲んでる量が結構足りないのかなと思います。本人は飲んでるっていうふうに思ってても実際は全然足りないってことですね。はい、なんと見てください。皆さんこんにちは、ジンです。セイちゃんです。今日はコーヒーについて話をしてみようかなと思います。私たちずっとコーヒー好きですね今日も久々コーヒープラペチーノ買ってきました。暑いしね、30度も超えるし、私もともと甘いの飲まないんですけど、そういう時はなんか甘いの入っているコーヒー飲んだり、アイスアメリカの飲んだり、基本はホットですけど、調整しながら結構いろんなコーヒーを飲んでます。私も1日3杯は基本飲んでる気がします。ホットのアメリカのと、あとカフェラテと、あとたまにはこういう甘い系、結構全部ですね好んで飲んでますけど、皆さん好きなスターバックスですとチョコフラペチーノによくチョコソースをかけて飲んでます。確かに日本でも結構コーヒー飲む方多いよね。ドトールとかタリーズとか結構行ってる方も多いですし、コーヒー缶とかルノアールとかも結構多いじゃないですか、なんだっけベロチェとか、意外と考えてみると日本でも結構コーヒー飲むのかなと思います、そう、韓国よりシニアの方でコーヒー飲んでる方が特に多い気がします。韓国のシニアの方は結構インスタントコーヒー好きで飲んだり、あとあの缶コーヒーですね、私もいつもあの高速道路乗って行くときに眠いなっていうときは必ずなんかタリーズのコーヒーとか買って飲んだりしてます。なので本当になんかカフェインがダメな方じゃなければコーヒー飲む方多いのかな。で実際どうですか？私はすごい効果を感じます。そう、私もねちょっと忙しくて、コーヒーをスキップする場合はどうしてもね後から眠くなったり、ちょっと元気なくなったりするんですよ。コーヒーの味ももちろん好きですけど、そういう機能性を求めて飲んでるケースが多いかなと思います。そうですね、私も会社に出勤してから朝必ずコーヒーからスタートをする傾向があります。で理由としてはもともとコーヒーの中にはカフェインが入ってるんですよね、カフェインで、カフェインっていうとなんか皆さん、うわなんかそれなんか頭なんかすごい覚醒して血流がなんかすごい回って寝れないやつじゃないのみたいなこう考えてる方多いけど、ざっくり言うとそういう役割です、ただこれは朝飲むことによって、何も食べてない自分の胃袋を刺激することになって、これから起きてるよっていう信号を送ったりとかっていう役割をするんですね、なのでカフェインを飲むっていう自体がダメとか、すごいたくさん飲んだらやばいとかっていうのが、人によって結構違うので人それぞれかなと思うんですが、朝一杯とかは私は結構何も負担もなく、逆にあの本当になんかいろんなところにこう血流をこう回してくれるので、車乗って皆さん鍵をこうやってビーってこう回した時に、あいけけけけけけブルーンじゃないですか、この役はいけけけけけがコーヒーなんですよ。なるほど、これがカフェインですね。あと、利尿作用とかをすごい促進するんで、あの夜中すごい溜まっていた老廃物とかを朝排出する役割をしてくれるんですね。実際のコーヒー飲むとトイレ短くなったりしません。なので私も結構朝とかはそうだけど、会議の途中にもすごい行きたくなるぐらいコーヒーの利尿作用はすごいのかなと感じてます。ジンさんはね、私の知り合いの中でほぼ一番飲んでる人です。私はコーヒーを結構飲んでいて、何杯とかっていう意味がないのが結構結構な量をこうプレスして飲むこうエスプレッソ系が結構好きなんですね、なのでおそらく結構カフェインとかも摂取してるのかなと思います、でここで皆様に説明をしたいのがあって、肌にも結構悪いじゃんとかっていうのがあって、これはある程度事実だそうですね、先ほど言ったように利尿作用がすごい活発なので、コーヒーを飲んで水を飲めば大丈夫なんですけど、コーヒーを飲んだ分水は飲まないじゃん、飲まなくなっちゃうね、コーヒー300ミリ飲んだら水も300ミリ飲めばトントンだからいいと思うじゃないですか。逆に水を 飲まなきゃいけない時間に300ミリを損してるんですよね。つまり300欲しい時にコーヒーを飲んでしまうと600ミリ飲まなきゃいけないっていう話になるんですよ。つまりコーヒーがメインな人は普通の人よりお水を飲んでる量が結構足りないのかなと思います。もう本当にだからコーヒー 4,5 杯とか飲む人ってお水1リットルも損してるんで、1人当たりなんか2リットル飲まなきゃいけないとか言うじゃないですか。その人は3リットル飲んでコーヒー1リットルだから1日4リットルの水分を取らなきゃいけない
っていうふうになるんですね。なるほど、本人は飲んでるっていうふうに思ってても、はい、実際は全然足りないってことですね。はい、そういうのもありますし、実際の老廃物をこう排出しないといけない時間帯がやっぱりあの寝る時間なんですよね、うん、で寝る時間に必要なのがやっぱりあの水分なんですよ。でも夜コーヒーを飲んでしまうとそれが全部あの膀胱にも落ちてきていて回らなくなってて、うん、肌の水分からも全部もう持ってかれるっていうか、なので朝起きてたら疲れてるように見える、うんうん、やっぱりちょっとなんかパサパサしている肌、あとターンオーバーが遅いから肌色も黒くなってる、よくなんかそういう冗談あるじゃないですか、コーヒー飲みすぎて顔がブラックになったとかっていう冗談あるんですけど、ある程度一理があるそうです。なるほど。え、私はコーヒー飲んでもよく寝れますけどっていううちのお母さんみたいな人もいるんですけど、うん、それはもう慣れてるからなんですよね。もうカフェインとかの問題じゃない、例えば寝る前にお酒たくさん飲んでも寝れる人っているじゃないですか、うん、それお酒を飲んでるから寝れるんじゃなくて実際は休めないんだけど体力がなくて寝てるだけなんですよ実際は。ただ電池が切れる。そうだからそれと同じなんで、できれば午後3時以降は、カフェインを飲まない方がいいという、まあ、ある程度の目印っていうかそういうのがあるんですね。午後3時だとこれからですけどね。だから結構思ったより早い時間になるので、うん、本当になんか肌のトラブルとかが気になる方は、カフェインの飲む時間ね、うん、っていうのは気をつけた方がいいのかなと思います。ただ私は本当にカフェインが必要な人間なんですよ。お水もそうなんですけど、お水自体には栄養がないんじゃないですか、うん、コーヒーには意外と皆さんいいのが入ってるんですよ。コーヒーにはポリフェノールっていうのが入っていて、ものすごい強い抗酸化作用を、してくれるものがあって、実際がんの予防にとてもの効果があるっていう研究結果があるんですね。なのでコーヒーを適切に飲むっていうのはとても重要で、ただカフェインの量はちょっと気をつけてね、あと水分をたくさん取らないといけないから気をつけてねっていうのがあって、私がもう飲み始めて、今も結構長く飲んでますね、このアダプトラテ。皆様にも何回紹介したことがあるんですが、これはもう体にいいものがたくさん入ってますね。特に何が入っているのかっていうのは次の映像をご覧ください。こちらアダプトラテというものです。ラテって書いてあるんですが、これはコーヒーの代わりに飲むのにとても優れた飲み物です。チョコ味のドリンクなんですけど、特に何がいいかっていうと、さまざまなキノコ類が入っているっていうのが特徴ですね。チョコアの味なのにキノコ、めっちゃいいじゃん。皆さんキノコいつ買いますか。これすごく栄養いいよね、ビタミンもたくさん入ってるよねっていうことでキノコを買うと思うんですけど、ちゃんとココア味になっていてめちゃめちゃ美味しいのにキノコの成分を全部摂取できるっていうのがありがたいですね。キノコの中でも、ここで注目したいというものは山伏タケというキノコです。真っ白なまさに千枚刺しみたいな感じのキノコなんですけど、認知機能を高めるという論文結果があります。なので集中力を上げるためのカフェインももちろん、コーヒーエキスっていうのも入っていますし、集中力を上げるのにいいものがたくさん入っているので、コーヒーの代わりとして最近はよく飲んでいます。でこのブランドは皆さん馴染みのあるネイチャー缶のブランドから生まれた新しいブランドから作ったものになります。そのせいなのか、私が皆様に本当におすすめしているサプリの成分があるんですけど、何ですか。ロディオラ、胃腸波、このようにストレスを軽減してくれたり心身を安定させてくれたりする成分もこの中に入っているんですね。なのでサプリのようなものをこうやって飲んだりすると、薬飲んでる感じでそんなに楽しくなかったんですけど、チョコ味ですし、コーヒーの代わりにもなるので、皆様がね保温できるボトルとかに入れて、もしくは私のようにお茶の代わりに飲んだりするだけでも、1日必要なサプリを飲んでるのと同じことになるので、より効率も良くなるのかなと思います。そしてチョコ味ですし、ココアパウダーがたくさん入っています。ココアパウダーのメインな成分としてはポリフェノールっていうのがあるんですけど、それは皆さんがご存知のように抗酸化作用に優れているものです。抗酸化作用に優れていると何になるかっていうと、溶けにくい。うお、めっちゃいいじゃないですか。私はこれをいつ飲んでるかっていうと、皆さん分かりますよね。いや今めちゃめちゃいい天気、朝アダプトラテ一杯を飲んでからスタートをすると、本当に集中力を高く、そしていつもテンションもアップされた状態で仕事ができるようになっていて、私最近毎日ライブも頑張っていたり動画も朝夜出したりする、その原動力はアダプトラテから出ると言っても過言ではないのかなと思います。ココアじゃないのになんでこのサプリを飲んでるか分かります？当ててみてください。美味しいかな栄養がいっぱい入ってるから。
あ、そうなんですよ、そう、うん、で一番特化してるのは記憶力、本当に集中力が上がって記憶力が良くなる、うん、で普通にビタミン C も入ってる量がトマト1個分よりも多いんですよ。で人の免疫力とか記憶力とか皮膚とかにもすごい重要なのがビタミン B なんですよね。 B この中にはビタミン1,2,3,6,12 とかも入ってるんです12すごい大事だよ。これドパミンとかっていうそういうあの神経伝達物質がちゃんとないと、うん、人間がなんかうつ病になったりあと認知症になりやすかったりするけど、それがめちゃめちゃ入っていて、それがよく入ってるのは海苔なんですね。ここに入ってる量が海苔1キロより多いんですよ。1キロ、うん、1年でも1キロ食べれないんじゃない。そうだからアダプトラテぐらいの効果を出すために皆さん毎日海苔1キロずつ食べればいいですよ、うん、と何よりビタミン6の効果は皮膚炎が起きにくい。つまり皆さんこう赤くなるじゃん、ニキビとか含めて。なります、気になります。それはビタミン6が意外とすごい取りにくいのね。でビタミン6はバナナによく入ってるけど、皆さんがバナナを毎日食べないといけないんです。ちょっとハードル高いですね。でこれ1杯にもうバナナ1個分よりもたくさん入ってるから、ビタミン B3 がいっぱい入ってるんですよ、うん、皆さんよくナイアシンって知ってるよね。それがこの中にたくさん入ってる。肌とかの状況はさることながらコレステロールの調整もしてくれるんですね。悪いコレステロールは下げて、いいコレステロールは増やしたり、バランスを整えてくれるんですね。それだけじゃなくてドンチュンハチョウが入ってる。これ中国で3000年前から薬草として食べてたんですよ。これはとても高くて、自然なやつを見つけるのは極めて少ないです。冬は虫なんだけど、夏になると植物になるよっていうものなんです。つまりサナギですね。その中にキノコができるわけなんですよ。これは何かいいか分かります？まず抗酸化作用すごい。抗酸化私大好き。少なくとも O2 生活をしている人間、酸素生活をしているみんなには絶対必要なんですよ。酸素が入ると老けるもん。だから抗酸化、酸素によって酸化するのを止めますっていう抗酸化作用はすごい大事なんだけど、で頭中過疎はとても良くて、しかも肝機能が良くなる。私はお酒ね、あの飲みすぎるっていうのもあって多分壊れてるのね。誰より熱心に飲んでます。頭中過疎の一番いい機能としては抗がん。抗がん、それも皆さんだいぶ興味があるんじゃない。35歳以上はみんな興味あると思うんで頭中過疎も入ってるし、山伏竹もすごいし、あとレイシも入ってるんですね。レイシは韓国であのフロソって言うんですよ。ノーエイジングフィニックスキノコレイシ。何に神経衰弱、ゲーム高血圧、心臓病、そして抗がん効果まであるので、うん、素晴らしいキノコかなと思います、うん、ちなみに自然のやつは極めて高いので1キロあたり3万円はします。はい、ということでした。すごいなんかいろんな栄養が入ってるのに水分も取れてカフェインも入ってるから、あの本当に最高だと思うんですよ。世の中のいいキノコは全部入ってる感じ。しかも美味しいの。それでなんか栄養がずっとね朝昼晩取れたらいいんですが、やっぱりあの肌をもう少し綺麗に、うん、そして肌の温度を下げたいこの夏の季節、特にカフェインだけはちょっとない、アダプトラテはないのかなっていうのをすごい考えたんですよ、うん、肌の温度はなぜ？じゃあここでちょっと話をしてみましょう。カフェインが、皮膚に及ぼす影響っていうのがあって、まずあの水分っていうのがあるんですね、うん、あの利尿作用を促進するんで、もう一つが温度です、うん、あの先ほど申し上げた通りに実際血流が回るんですよね。カフェインが入ると覚醒効果があって、どん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 こうやって動くんですよ人間が。脳もすごいいい刺激になるし、思考もいい判断ができるようになります。しかもポリフェノールとかが入っていて、何がいいかっていうと、お酒とかタバコとかっていう毒性物質が入ってくるじゃないですか。それと結合してこれを抑えてくれる効果もあるので、実際コーヒーでめっちゃいいんですよね、お酒もそうですけども、コーヒーもね、まあ、確かにいい面があって、あとちょっと悪い面もあるから、いつも論争が起こりますね。で血流が回るとどうなんですか？温度が上がるんですよね。よく皆さん寒い時に体をブル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 ってこうブル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 震えさせる理由が、温度を上げるために、あとこすったりとかねして、あの熱を上げて温度を維持するっていうのがあるんですが、カフェインがその役割をするんですね、うん、でそれが、あまりにも飲みすぎたりとか、肌が休まないといけない時、肌の温度が上がるっていうことは、実際この中でいろんなトラブルが起きやすい。例えばニキビが出やすかったりとか、皮脂の量が多くなりますよね。あと皮脂の量っていうのが特に夜とか、うん、水分がないと油が余計に出てくるんですよね。油が出れば出るほど水分がないっていう証拠ですから、うん、特にあの夜のカフェインの摂取っていうのはちょっとあの一概には言えないんですよ。そうじゃない人もいるんですけど、理論上はたくさん飲みすぎは良くないと。じゃあコーヒーを飲まないから私はカフェインからは自由だよっていう方がいるんですが、見てください。ミックスコーヒー、
あの観光のメキシムとかカヌとかっていうのが 80mg 入っています。で実際このアダプトラテの場合もあの 80mg で、まあ、本当普通です。濃いいっぱい、うん、普通ぐらい入っていて飲んだらすごい気持ちいい、うん、で皆さんがね意外と分かんないけど、うん、まあ、カフチのカフェアメリカのとかお茶とかにはもちろん入ってるんですが炭酸にも入ってるんですよ。なるほど、うん、なので皆さんがあのサイダーとか普通のなんか炭酸が入ってるものとか飲む時も実際カフェインは入ってるんですね。なので、私はコーヒー飲めない私は子供だと思って炭酸ばっかりこれ飲んでる人が意外とカフェインをオーバーしてる可能性って非常に高いんですね。これは知らなかった。しかもカフェインがゼロっていうことはめったになくて、チョコ系特に、お菓子チョコレートアイスクリームこのようなものにも少しずつは入っているので、うん、まあ、もちろんこのぐらいの数字が体に悪い影響を与えるぐらいの数値ではないので皆さんご理解ください。じゃあただ問題は多分飲みすぎこのようにもいい栄養がたくさん入っているのに実際コーヒーの香りも好きだからコーヒーも飲みたい人でも栄養も朝昼晩は摂取はしたい、うん、それをすべて考えた時に問題になるのがこのカフェインですよね。なんと見てください、なんかキングオブファイターで八神伊織を足で選ぶとこの色になるんですか。なんかキャラクター分かります。ちっちゃい手で選ぶと赤だけ ど, なるほど、あの皆さんあるじゃないですか、ストリートファイターの剣選ぶときにちっちゃいこう手で選ぶと赤の剣が出てくるけど、いやこれすっごいかっこいいんですよね。なんか夕暮れと夜明けみたいな感じですね、うん、でこれはなんとデカフェインです。ノー、デカフェインです。こっちがデカフェイン、うん、いただきます。普通のアダプトラってよりちょっとライトな味しますね。あ、ライトな感じ、美味しいね、うん、飲みやすい、うん、色がやっぱり薄いんですよね、うん、これが、普通のやつちょっとだけ違う。いやでもどっちも美味しいけどね。確かに普通の方がココアの風味が強い気がするんですけど、ちょっと甘さ控えめの好きな方はデカフェの方がいいかもしれない。そうね、だいたい韓国でデカフェインっていう基準がですね 10% 未満のカフェインが入っていればデカフェインっていう定義をします。実際アメリカとかもそうで日本も多分そうじゃないかなと思います。あのゼロはないんで、うん、なので1日10杯とか飲んでも1杯しか飲んでないことになるんで、例えば授乳する方とか、うん、まあ、妊婦さんとかを除けば特に問題ないのかなと思います。あとはアメリカ基準ではあるんですけど妊婦さんの場合も1日 200mg 以下のカフェインであれば特に問題ないっていう医者の証券が多いそうです。なので1日1杯とかは普通の人間妊婦さん含めてもほとんどの人には問題ないっていうふうに出てるので医者さんの相談ももちろん必要だと思うんですが問題ないし、デカフェインっていうのは特に気にする必要はないと思うじゃないですか。これゼロらしいんですよ。ゼロ、うん、全くゼロで、ちなみにあのデカフェインはどうやって作るか分かりますか。コーヒーとかのあの豆をこうやって、炒めたりするんですけど、うん、これ炒めなかったらいいとか言う人いるんですけどそれ違くて、炒める前の段階で、水にふやかしといたとか、あとフィルターで使うときに炭を入れるとか、カフェインを除去するための化学物質を使うんですね。なるほど。で別にこれはあのアメリカの FDA でも安全が取れてるものなので、うん、特に問題はないんですが、実際のカフェインを取る、作業工程っていうのが入るので基本的に、うん、カフェインが入っているものより高いのが事実です。なるほど。実際皆さんもそうじゃないですか、あのサバ丸々1匹のやつを買うより切り身で綺麗にこうやってねラップしているの方がちょっと1割とか2割とかこう高いじゃないですか、うん、切るだけでもそのぐらいなのにこれは、色も青に変わってるし、ね、一番私は取ってほしいっていうカフェインを取ってるのにも価格が同じなんですよ。結構太っ腹、うん、多分計算ミスじゃないかなと思うぐらい、いや基本ちょっと高いでしょうよ、うん、なのでこちらのアダプトラってデカフェインを飲むといいのが朝昼晩寝る前もゼロなので、な飲んだら、いい栄養そして水分をたくさん入れた状態で気持ちよく寝ることができるんですね。
確かに私アダプトラテを飲んだら集中力が本当に上がる気がして結構愛用してるんですけど、それでもやっぱり1日コーヒー含めて4杯5杯以上とか飲むと夜やっぱりちょっと控えめにしようってなるんですよね、うん、それがあのカフェイン気にせずに夜でも安心して飲めることはすごく嬉しいことですね。私が YouTube でライブやるとだいたい11時12時までライブを続けるとき、皆さん見たと思うんですけどコーヒー息飲みとかしてるんですね。なので睡眠質がやっぱり落ちるっていうのがあるんですよ、うん、私あの睡眠をチェックするためにこのガミンっていう時計を買って睡眠の質を見てるんですね。時計でそんな正確にできないよっていうかもしれないけど、昨日アダプトラテを飲んで本当にカフェインを摂取をしないで寝たらボディバッテリーっていうのがあるんですよ。自分の体はどのぐらい回復できるのか、これがものすごい上がってやっぱりすごい効果を感じました、うん、でこのアダプトラテ値段も一緒なのにじゃあ完璧じゃない、こっちいらないじゃんと思うんじゃないですか、うん、デメリットがねちょっと味が違うんですよ、うん、そのデカフェインっていう味あるじゃないですか、なんか違うよねみたいな感じの、うん、デメリット差はあるかもしれないですね。確かにこれを飲んでた人にまた提供したい気持ちがあったと思うんですよ。だから近づけようとしてもやっぱりデカフェインってまあそれぐらい難しいことですかね、うん、社長さんがあのケンジさんと一緒に話したこともあるんですが、かなりの敏感な方なんですよ、うん、カフェインが少しでも入ったらあの方はカフェインが受け入れられない体っていうのを本人もおっしゃったんですね、うん、でこれがやっぱりあのそういうあの社長が自分の悩みを持ってる人が作ってるものなので信頼できる飲み物なのかなと思います。こだわりが詰まってそうですね。なのでいろんな健康メインで考えると逆にカフェインが入ってるのも良かったりするので、うん、皆様のライフスタイルに合わせて飲むっていうのもいいと思います。私は結構欲張り人間なので両方飲みます、今回もですね、皆さんがジンのクーポン使うことによって10% 安く飲むことができます。そして定期購入っていうのがあるので、うん、さらに割引された金額で皆様がこの完璧な栄養が入っている飲み物アダプトラテ定期的に飲むこともできますので、ぜひ見てみてください。詳細内容購入方法などは概要欄そしてコメントに書いておきますので見てみてください。ありがとうございます。